国際空港の、キリアでいいんですね。今2人で、ね、今この映ってるエクスプレスっていうのに乗って、特急列車ですね、乗ってキラー1に行きたいと思います。まあ、ここ見つけるまでに区画にも結構迷ったんですけど、まあ、このユニクロが結構分かりやすいんで、まあ、ユニクロの斜め向かいぐらいにあります。では行ってみたいと思います。それではね、乗ってキリア LA LCC じゃない、航空便はこっち側なんで行きたいと思います。どっちを乗ってもね、キリアの方には行きそうなんですけど、私はこの左側のエクスプレスっていうのをね、乗っていきたいと思います。それではね、今回の SFC 修行のね、ルートを、紹介していきたいと思います。今回はクアラルンプール、初の、東京経由のニューヨークで、こちらを行って帰ってくる、同じルートですね、帰ってくるルートとなっております。で、すべてクラスはプレミアムエコノミークラスということで、この1工程で、プレミアムポイントが25,000と20貯まる計算になります。まあ、勘のいい方が分かるかと思うんですけども、これだけで5万ポイント、ね、到達できるので、プラチナステータスとなり、SFC を申し込むことができます。で、価格なんですけども、22万と1,560円。まあ、ちょうどこれを2周しますので、44万3,000円ちょっと足出るぐらいになるかと思います。で、皆さん気にされている PP というのね、プレミアムポイント1ポイントいくらで取れたかというと、8.6 円の計算になります。ですが、こちらのルートは10月いっぱいで、このルート自体が使えません。というのも、このクアラルンプール東京クアラルン、こちらのエコノミープレミアムエコノミークラスというのが今機材変更でエコノミークラスしか運行はないんですね。残念ながらこのルート、全く同じルートは組めないかと思うんですけども、こちらをエコノミークラスの、この E クラスとかこういうのを気にしてもらって、畜産率はね、100% のやつで、利用することは可能です。で、まあ、さっき 8.6 って言ったんですけども、こちらニューヨークで1泊滞在してます。で、2工程なんです。2泊ですね、ニューヨークに滞在してます。で、ニューヨークに滞在して、まあ、マンハッタン
ていう島まで移動するんですけど、ニューヨークは空港から、そちらで一泊するか、もしくは空港で本当に丸一日粘るか、まあそれも人それぞれだと思うんですけども、まあ、ニューヨークで宿泊する場合はね、プラス、6、7万ぐらいですかね、かかるかなと思います。ニューヨークは宿泊費がとても高いです。まあ空港の周りだったら、もうちょっと安いかなと思うんですけども、マンハッタンまで行ってしまうとだいたい3万ぐらいかかっちゃいますかね、だいたいですけどね、はい、っていうので、まあ44万円から、まあ、50万円足出るかなぐらいで住めばいいかなっていう感じですかね。ニューヨーク、ニューヨークのマンハッタンで一泊する場合はそのぐらいになるかと思います。で、このルートどうやって取ったかという、どうやって探したかというと、ANA のデスクに電話して聞きました。知らない方も多いかと思うんですけども、クアラルンプール発見で、私の言った言い方だと、クアラルンプール発見で東京を経由して、北米、カナダ、メキシコシティで、一番料金がね、安いのを教えてくださいみたいな感じで聞いて、県を探してもらいました。それで、たまたまニューヨークが一番安かったんですね。で、そのニューヨークが安くて、プレミアムポイント、プレミアムポイントの計算はしていただけませんので、プレミアムポイントはこっちで計算して、プレミアムポイントがちょうど25,020。この一行程で25,020ということが分かったので、で、そちらで申し込みをしたという形になります。ですので、探すのめんどくさいっていう方は、ANA のデスクに電話してみるのも手だと思います。まあ、大体の金額とルートは探してくれますので、まあ、これも一つの手かなと思っております。ではね、キリア1のところに来まして、これからね、空港の方に向かいたいと思います。思った以上に人が全然いなくてびっくりですね。でもここには日本語表記がありますね。出国ロビー、到着ロビー。これは。朝はちょっとビビりますね。居心地なんで、今はちょうど夜の10時ぐらいなんですけど、まあね、明日の次に乗る ANA の便がちょうど朝の7時10分ということで、深夜の電車に乗るっていう方がちょっとハードルが高いかなと思って、空港にね行って、まあそこでまあラウンジに入れればラウンジにいて、まあダメそうだったらまあ普通に待合室にいればいいかなと思っております。あれ駐車場とかじゃない、
当たり前なんですけど、英語表記が2番目でね、一番上が英語表記じゃないんで、またそれはそれで読めなくてびっくりしますよ。いや、外国来てるっていう感じがして、なかなか来ないんでね、いいですよね。しました。そうね、とりあえずちょっとチェックインはインターネットで済ませていますので、ひとまず保安検査場の方にね、入れるかどうかだけとりあえずトライしてみたいと思います。なんですけど LCC が止まっているキリア2の方が完全に栄えてる感じがしますね。あっちはまだ本当にお店もバンバンやってましたわ、まあ、こっちがやってないっていうよりかはこっちの方がお店が少ないっていう感じですよね。来ました。こちらちょうど5階になるのかな、ああよく止まったって感じですね。いやそれではね、保安検査場の方に向かいたいと思います。では制限エリアに入りました。一応日付的には明日の朝のフライトなんですけども、前日の今夜の10時ぐらいなんですけども、制限エリアに入れてもらうことができました。いや、ここを通れるかどうかちょっとね、正直ダメって言われるかと思ってたんですけど、よかったです。では手荷物検査に行きたいと思います。ではね、制限エリアに入って、今からマレーシアのパワーラウンジ行ってみたいと思うんですけども、あ、ゴールデンラウンジですね、これです。まあ明日なんでね、入れてくれるかどうかは正直わかりませんけど、とりあえず行くだけ行ってみたいと。あの本当に簡単な手荷物検査があって、ピー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 赤いの鳴りまくってるんですけど、何も言われないっていうね。なんかどうやらもう一個ねあるらしいっていうのを聞いてるんで、そうじゃないかなと思います。
今ラウンジの前にいるんですけども、プレミアム、プラザプレミアムラウンジ、こちらのラウンジはプライオリティパスでね入ることができます。6時間っていう、時間制限はあるんですけども、食事とビールだけで、ね、飲み放題、あとソフトドリンクですね、いただきます。プライオリティパスだけでね、発行だけで入れるんで、とてもおすすめとなっております。それでは、ね、中入っていきたいと思います。今プレミアムラウンジの中に入っております。中はねこんな感じで結構広いです。あそこのバーカウンターでビールだけね無料で飲むことができます。それ以外のアルコールは有料です。私が着いた夜の10時ぐらいは非常に混み合っていて、座る場所も結構探さなきゃいけない感じだったんですけど、今はね深夜3時頃なんで、さすがにねお客さんもいないということで、とてもゆったりと席も空いています。どうですか、ここはプライオリティパスでね入れるラウンジですので、ここは6時間食事ソフトドリンクビールだけ飲み放題っていう感じなんですけど、いやプライオリティパス発行するだけでこのサービスが受けれるってすごいですよね。昼間だと飛行機の発着も見れるんだと思います。それではね、搭乗開始したそうなんで搭乗したいと思います。クアラルンプールは、まあ、ちょっと前にも言ったかもしれないですけど、事前に手荷物検査がありますけど、
ゲートの前でもう一回ちゃんとしたのがあります。ですので時間に余裕を持ってね行かれることをお勧めします。それでは行ってみます。
ました。ただいまの時刻は10月4日午後2時54分です。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますので、もうしばらくお控えください。到着ロビーへはバスでお送りいたします。発熱、腹痛などがあるお客様は客室乗務員にお知らせください。果物、野菜、植物、肉類は税関検査の前に検疫動植物カウンターでの検査が必要です。アジアをはじめ世界各国でアフリカトンコレラ、口蹄疫や鳥インフルエンザなどの家畜の伝染病が発生しています。海外で牛や豚、鳥などの家畜にいる場所に行ったお客様や日本国内で家畜に接触する予定のあるお客様は動物検疫カウンターにお立ち寄りください。なお検査証明書のない肉製品の日本への持ち込みは禁止されています。また成田空港から国内線に乗り継ぐお客様にご案内いたします。成田空港で手荷物を一旦お受け取りになり国内線乗り継ぎチェックインカウンターで改めて手荷物をお預けください。ご質問がありましたら地上係員にお尋ねください。皆様 ANA とスターラインズパートナーのコードシェア便をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。 Ladies and gentlemen, we have landed at Narita International Airport.The local time in Narita is 2:57 p.m. October 4th. Please remain seated with your seatbelt is securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartment as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that in the radio wave.However, please refrain from talking on telephones out of consideration for other passengers. A bus will take you to the arrival lobby. If you have any symptoms such as fever or stomachache, please inform a cabin attendant.皆様を到着ロビーまでご案内いたします。
走行中は事故防止のためやむを得ず急停車する場合がございます。また空港内は急カーブが続きますので、お立ちの方は手すり、つり革などにおつかまりください。いかがだったでしょうか。今回はクアラルンプールから東京をお届けさせていただきました。今回の動画はこちらでね、一回、区切らせていただきたいと思います。今回の動画が役に立っている方は、いいね、高評価、私ブログ等もやっておりますので、もしよかったらそちらもご覧ください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。